今日お母さんがケーキ屋さんで休憩した時にどれを食べようか選んでたんだけど、どれも美味しそうね。値段も同じだし迷うわ。あ、でもポスターになってるものがお店のおすすめなのかしら。じゃあこれお願いします。それで？おすすめだからって口に合うとは限りませんでした。美味しくなかったのね。はい、だからお土産買ってきませんでした。なぜ美味しくないのにポスターになってたのか謎だね。残ってるから売りたかったんじゃないかしら。お店の戦略に引っかかっちゃったわ。やっぱりケーキはあやかしベーカリーが間違いないです。花子のバースデーケーキはあやかしでお願いね。ああ、命日の3日前には予約しとかないとね。では花子、お休みしますか。はい。花子、こんなお話はどう？運命の女の子。小4の夏休みにうちの隣に同い年のリエちゃんが越してきた。彼女はお母さんと2人暮らし。違うクラスだけど、僕と彼女は自然と仲良くなった。どちらも母親が仕事で留守がちだから、お互いの家で遊んではいろんな話をしていたんだ。ねえ、ヒロ君は好きな女の子っている？え、なんで？へへへ、私ね、同じクラスの中尾君が好きなんだ。へえ。内緒だよ。中尾君は他の女子にも人気があるからね。確かに中尾くんの取り巻きの女子たちは気の強い意地の悪い女子ばかりだった。うん、内緒だ。それから数日後、彼女が泣きながら悩みを打ち明けてきた。うちのお母さんってすぐ叩くから嫌だ。そうなの？うん、あとはね、学校も嫌。女子がすごく意地悪だから。リエちゃんのクラスの女子強いもんね。やがて彼女は学校に来なくなった。僕は家に様子を見に行った。意地悪な女子たちも、助けてくれない他のみんなも大嫌い。僕はいつも延々と続く彼女の話をうなずきながら静かに聞いていた。中学に入ると彼女はどんどん荒れていった。悪い仲間とつるんで彼女の帰りはいつも深夜。夜中に突然激しい親子喧嘩の声が聞こえて、彼女が警察に連れて行かれたこともあった。この頃から近所の人から見た彼女の家の印象が悪くなっていったようだった。あ、ヒロ君、ねえ、最近変な人見かけてない？ある日の夕方、久しぶりに彼女のお母さんと顔を合わせた。どうかしたんですか？ドアに中小ビラを貼られ、郵便受けに死んだ猫が入れられていたそうだ。誰かがうちに嫌がらせしてるみたいなの、リエのせいかしら。もし変な人を見かけたら教えて。わかりました、任せてください。僕は彼女のお母さんに信頼されていた。僕が高校を卒業する頃、彼女が引きこもって部屋から出てこないと彼女のお母さんに聞いた。僕は彼女に会いに行った。扉越しに会いたくない、帰れと怒鳴る彼女。でも僕は毎日部屋の前に行っては話しかけ続けた。通い続けるうちに彼女は扉越しに少しずつ話をしてくれるようになった。悪い連中と付き合って万引きして捕まったこと、恋人だと信じていた男には簡単に裏切られて傷ついて、母親しか頼れなくて相談したところ、また殴られて苦しい思いをしたこと。彼女は部屋の扉を開けた。僕の目の前に現れた彼女は青白くげっそりと痩せ細っていて、手首には自分でつけた傷が残っていた。泣き止むまで僕はずっとそばにいて話を聞いた。それ以来彼女は少しずつ部屋から出るようになって、だんだん明るさを取り戻してアルバイトにも行けるようになった。ありがとう、ヒロ君のおかげよ。お母さんから涙ながらにお礼を言われた。だけどある日、彼女は団地から飛び降りた。下が植え込みだったことで一命を取り留めたけど、脊髄を痛めて一生車椅子が必要だ。なんでこんなことしたの？ごめんなさい。
ベッドに横たわった彼女は泣きながら謝っていた。今まで僕やお母さん、そして周りに迷惑をかけてきたことがすごく申し訳なかったそうだ。私なんて生きている価値がないと思って。僕は慰めの言葉をかけて彼女に結婚を前提に付き合ってくださいと言った。本気なの？どうして？私でいいの？彼女はそう何度も何度も聞き返す。その度に僕はうなずいた。ずっと君が好きだったんだ。小学校の時も、中学時代荒れていた時も、別人みたいに痩せてしまった時も、僕はずっと君のことが好きだった。彼女は止めどなく涙を流していた。そう、ずっと好きだったから、孤立させるために好きな男子の名前を告げ口したし、抽象ビラを貼って郵便受けに猫の死体を入れたんだ。万引きなんかしたって君の欲しい愛は手に入らないよ。足の自由を失い、白いベッドに横たわる小さな君が愛しい。全部予定通りだ。これで完璧に君は僕だけのものになった。僕たちは今度結婚する。はい、おしまい。いいお話かと思いきや、かなり時間をかけた計画だったんですね。まあ、お二人が幸せならいいんですけど、これは愛というより支配っていうのでは。彼女が自分で選んだ道のつもりでも、実は選ばせられていたわけですが、私たちも気づかないうちに誰かにコントロールされているのかもしれませんね。おやすみ、花子。皆さんも良い悪夢を。